皆さんこんにちは、土着園芸の鈴木です。9月に入るとね、台風なんかもよくやってきて、急にねこうザーッと雨降ってきたりということがあると思うんですよ。そんな時にね、傘ね、ちょっとね天気予報見るの忘れてて、こう忘れた時なんかにこうどうしようっていうことがねたまにねありますよね。そんな時にね、その辺に生えているたまたまハスが生えてて、それをね切ってね傘にできるか、ちょっとねそんなこと試してみたいなと今日は思いまして、早速ハスのね葉っぱを切ってみたいと思います。あ、雨が降ってきた、でもハスの傘で大丈夫。はい、はい、いいです。なんかちょっと雨が強くなってきたな。ちょっとさすがに大雨は無理だったな。大雨は無理でしたが、小雨程度の雨であればハスの葉で雨をしのげそうでした。